こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビター始めていきたいと思います。はい、10年目に突入いたしました。1月1週、しばらくは練習試合と、まあうまくいけばスカウトを行っていきたいと思います。基本的に練習試合2週分、お届けいたします。さてどうするか、下関フォーチューン戦です。スタメンどうしようかな。まあ、はるかですよね、当然のごとく。ゆいなとエリカで結果を出したい。ひらりか、さよをひらりか交換。はるかをさつきと交換。ひらりとさつきを入れ替える。これでいきましょう。守備は変わらず。おっと、捉えてしまったよ。こういうとこですよね。おっと。おー、ヒラリーがうまく止めて取りました。おっと、マナミが一気に出した。ヒラリーがここまで上がってきてるぞ。エリカ、対応してさらに。ユーナが決めました。先取点です。ランニングでスタミナ強化だとなってます。死の正面だ。ここは、危なかったが、キーパーチャージがありましたからね。うまい、彩香超えましたね。自信がこれついたのかもしれません。捉えてしまった。前へ行った方がいいですよね。ドリブルでパスに頼るな。ドリブルよ、突破力を。早い、ネット裏でした。あーと、出してしまった。残念。気をつけろ。クールダウンしていこう。これ取られてしまうっていうのがどうもね、いただけません。おー、はるか横飛び。いいですね。といたします。さあ、これはヒラリーだ。直接決めようとした。ナーコ抜けた。ユーナがシュート。引く、ナーコ。これは、届かなかったが、ここで試合終了。1対0勝利です。これが唯一の両チームにとっての得点になりまして、エリカのヘディングは守備が止められたんですが、ユーナがそうこぼれ球を拾ってシュートに結びつきまして、見事に、勝利しました。課題もいただきました。はい、課題4ついただきまして、試合と合わせて11個課題をいただいております。
練習をしております。さあもう一試合やりましょう。キャピタル東京と3面ですが、こうします。みゆきをリロに、リオに変えて、ウナミと入れ替えます。キーパーはもちろんハルカです。どこまで頑張れるか。ファールです。おっと、イエローカードを食らってしまったミオです。早い。さあ、執念のクリア。これを拾った相手の速さか。おお、緑が強引に取りました。守備はたくさんいる。これはノーホイッスル。ユーナ、もう惜しい。ゴール前、これは吸い抜けました。マドカが前へ、ファールを拾いました。さあ緑が蹴ります。シュート。さあクライス、マナミが捉えてしまった。キャンテオ強い突破力。そこをリオが守って、緑が一気に反抗。ユーナ、ファールを開いたかったですね、できれば。ゴーベス、ミオが、守備がよくうまく守ります。サクラリス、キャンデオ、こちらボールのスローインになりました。うまい、ジャネット。反対サイドへ、サチコが拾って、ここ、届かない。緑残念。試合終了です。これはピンチでした、ゴーです。なんか、守備が良かったですね。守備が守りました。
はい、というわけで、見事に、最初は練習試合2試合が終わりました。これで10年目も乗り越えていきたいと思います。あと5週後にリマセ大阪との初公式戦が控えておりますので、ぜひ今年も勝っていいスタートを切りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録ありますね、そちらあと80人ほどとなっております。ぜひですねチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしければ見てください。またこの動画の最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。